はい、こんばんは、島津でございます。バイオハザード RE4 久々やっていくんですけどね、ついにエイダ編のセパレートウェイズですかね、の DLC の配信が開始されました。自分ね、配信と同時にやりたかったんですけどね、ちょうど TGS とね、被ってて、ちょっとね、プレイするのが遅れてしまいました。またね、カプコンさんもね、ここでぶつけてくるかと。地方民はね、家に帰れないんですよ。まあでもね、ようやく、帰ってきて、プレイができるんで、どんな感じになってるか、楽しみです。はい、やっていきましょう。おー。そうか、エイダだからフックショットとか使う場面とかもありそうだね。うん。俺の番らしいぜ、兄弟。あら、素敵なダンスはおしまい。これがお望みでしょ。最高のタイミングだ。痛いのは苦手なんでね、エイダ。これだよ。ありがてえ。あいつらに全部取り上げられちまったんでな。まさかアンバーも？いや、捕まる前にうまく隠しといた。じゃあ案内して。喜んで。よし、行くぞ。こっちだ。近いの？近くはないが、安全なところだ。アンバーがないのなら取引もなしよ。わかってるさ。だがあんなものどうする？さあ、私も知りたいわ。ルイスね、フラメンコ踊ってましたけどね。おそらくそうだよね。気づいてなかったよね、エイダが来てるって。あとエイダもね、よくあの状態で攻撃入れられましたね。見えててもかろうじてって感じだと思うんだけど、こうやってルイスはね、助け出されたみたいね。で、今回ね、プレイしてるのが Xbox の、そうだね、シリーズ S でやってんだけど、若干ね、カクつきが見られましたね。だから、ちょっとね、最適化が足りない部分があるのかもしれない。シリーズ S でプレイするにあたっては。ただね、深刻ってほどではないんで、このまま進めていきましょうか。武器はハンドガンと TMP のみ。あとナイフか。タクティカルナイフ。これまで数少ない任務で生死を分けたエージェントの。耐久値あんね。これも、やっぱり。ああ、ここね、あそこだ。ほら。広間。お城の。ちょうどサラザールと会うとこじゃなかったっけ。ね。
私たちを探してるようね。屋根から行くわ。いい？もちろん。うわ。上よ、ルイス。上だな。あ、お前か。なんかデキへの出てきたって思ったけど。アンバーをお願い。また後でね。おい、俺がレディを残していくとでも思った。うわ。落ち合うのは教会だよな。死ぬんじゃねえぞ。うん、だよね。やるじゃない。お返ししないとね。サンってこと？待って。最初からハードル高くない？こいつか。こいつ相手にしないといけないんだ。やっぱね、エイダ編でね、そうだよね、本編一体しか出てこんかったから、死客。エイダが倒してたんだよね。確か自分動画で言ってましたけど。これどうすかね。どっか、ういかわすんかい。あれだね。ネメシスですね。バイオ3の。あ、でもね、そんな追っかけてこないからいいか。そこまで追っかけてはこない。ちょっと待って、アイテム回収しよう。近づけばよかったよね、確か。ほら、壊した。おら、もっと。ちょっと待って。直線上の突きかましてくんね。どうすかね。かわす？かわさない。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 オッケーオッケー。いっ、お、いけ。なんじゃ、なんじゃ、なんじゃ。怒った。影響が。やばい。これは幻覚。こいつ幻覚も出してくんのか。待って、これダメージ受けんじゃねえか。精神、幻覚ではあるんだけど、そうだね。これどうすんだよ。これ数多いって。まあ、とりあえずどうか。まあそんな感じ。マシンガンの方がいいね。一発でなんか解けそうだから。いや違うな。先行か。スタングレー、ほら消えた。見つけた。ケリン、オッケー、やった。撃退できたみたいね。やっぱ先行手榴弾がね、有効でしたね。弾一発で消えるんだったら、そう、光で一気に消えるんじゃないかなって思ったんだけど、正解でした。で、多分ね、幻覚のやつから攻撃受けると、幻覚ではあるんだけど、エイダの中では現実という認識になってて、なんかダメージを受けそうなね、気がしましたね。ほら、思い込みの作用でさ、ダメージ受けるっていう現象あるじゃないですか。目の前にあるものを認識できてなくて、言葉だけで熱いって言われたら、そのものに、触れた時に火傷をするっていう、そういった現象ありますよね。なんかそれに近いものがあったかもしれない。まあでも、そこまで強くはなかった。エイダ編の時も武器商人って出てくんのかね。どうだろう。出てきたら出てきたで面白いんだけど。司令室、ルイスはアンバーを隠してたわ。今取りに行かせた。司令室、聞こえてる？聞いている。続けろ。それに想定外の問題も少しね。で、どうリカバリーするつもりだ？ルイスに教会へ持ってこさせるわ。発信機のおまけ付きでね。
いいだろう。では早急に脱出しよう。了解。ただルートをチェックしたいわ。見晴らしのいい場所に移動する。え、何それ、コンタクトレンズ型のやつですかね。目ん中に直接埋め込んではいないよね。なるほど、これを使えばどこにフックを引っ掛けられるかっていうのがすぐ分析できるんだ。ほら、ここ、ちょっと待って、ズーム。脱出ポイントはあそこ。屋上経由で到達できるはずだ。待ってね、周りを見ていかんと。今ここだよね。はいはいはい。下に何かあるわね。砲台だよね、確か。アイテムあんな。あの黄色い箱も壊せるんだよね、多分。こんだけか、情報。大砲を使うのがなんか。入手が全てに優先する。忘れるな。手際よくこのツアーを終わらせろ。そうね、けど少しは楽しませてもらうわ。あの大砲が鍵になりそう。あ、降りることできんだ。一応降りられんの。ああ、そんな感じかだよね。いいね、これ。ここは開かないから、あれか。上か。で、こっから降りんだよね。OK。敵はそんな多くないはず。あ、で、あれか。パリがあるんだよね。マジで最近もやってないから忘れてた。そうだよ。パリがあるから、それで、どうにか回避とかもできるわ。いけるね。あ、女性だ。女性の信者。オーライよと。あれ、どうだっけ。こうか。オッケー。お金が手に入るってことは武器商人出てくんね。楽しみだ。大丈夫？向かない？やばい、ちゃんと動くわ。気ぃつけないと。大丈夫？オッケーオッケー。で、待って。ナイフ。ナイフの耐久値はどうなってる？ 1 か。ナイフの耐久値は1。オッケー。多分、大砲を使わないといけない気がするので、しっかりと、大砲のとこはね、調べていきましょうか。いける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 はい。これどっから降りんだったっけ。降りる場所あったよね。いや、違うか。あれを撃ち落とすんだった。重しを。そうすれば大砲が出てくるっていう仕組みだったよね。でも今やると気づかれんだよな。悩むね。もうちょっと先のやつらを処理してから、まあ使う、戻ってきてどうなるか見てみましょうか。危ない。ん？来てる。やばい。これダメ！危ない！やばい、しまった。気づかれるとこれ投げられんだ。熱いわ。ほら、メレいた。危な。おお、同胞もね、歓迎なしでやりますからね、あいつら。いけ、メリッ。待て待て、どうだ。今信者の声が聞こえたよ。おおお、いや、オッケー。
おお、かっこいい。お、なんだ、おお、こんなのあったっけ、こんな追い打ちの仕方あったっけ、みんな。え、だが多分初めてだよね、これ。この追い打ちの仕方。で、今作はね、海外版なんで、しっかりね、頭がね、弾け飛びます。さて、もうバレたんで、え、登ってきてない、登ってはきてないか。もうバレたから、あ、登ってきてた。しっかりとね、あれを、撃とうか、危ない。どこだっけ、あった。はい、OK。これで大砲出して、来た。どこだ、ダメ、当たった、当たったね。うん、ダメ、オッケー。次は、ダメ、全部壊せたわね。終わり。こいつらにも効くよね、確か。はらはら、ごめん、外れた。オッケー、よいしょ。あ、ちょっと待って、あいつらに当てたい、あいつらに当てたい。ファイヤー、ファイヤー、気持ちいい、うまいや、気持ちいい。もういなさそうね。オッケー、おった、あぶな、大丈夫。え、このアイテム取れんの、もしかして。あ、いけるんだ。ここさ、レオンの時取る場所じゃなかったっけ。ここで飯田さんが取ってしまったらね、取れなくなんだけど。補充してくれたんですかね、信者さんたちが。優しい。ね、あそこ、レオンの時、確か取ったよね。間違ってたらごめんね。ん？はい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 。黄色い部分にはフックショットね、できるみたいね。ありがてえ。宝石手に入るっぽいね。飯田編でも。組み合わせできる、うん、あれが装飾品が出てきました。やった、ルビー来た。まあ宝石はね、なるべく多めに取ってね、ボーナスをね、稼ぎましょうか。どうだ、危ない、ちょ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 、まずまずまず、あ、大砲あった、ちょっと待ってね。すげえ、あぶねえ。ファイヤークロスボウを持ってるやつらがいるんだけど、隠れろ、ファイヤー、オッケー、いいかな、お前らふざけんな、はぜろ、オッケー。え、まだいた、どこだ、はぜろ、いった、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、ちょっと待って、そうだよ、ダメージ量多いんだった。うん、今作の敵の攻撃力だから、そうだね、危なかった、忘れてた、一撃多めんだよ、ふざけんな、はぜろ、危ない危ない危ない、しっかり大砲を盾にしてじゃないと当たっちゃう。よし、終わり、終わりかい、いいかい、こっちはいけないのか。うん、オッケー。じゃあ、そこ。はい。よし。ああ、ショートナイフ来た。いい、うねうねしてんね、相変わらず。生きがいい。生きがいいことです。結構これ、最初衝撃だったよね。思いのほか生きがよくて。っていうのを思い出した。脱出ポイントはそこね。はい、ということで、チャプター1ね、無事にクリアすることができました。
久々ねバイオやったんだけど、やっぱ楽しいね。こうやってねルイスは救助されて教会方面に、まあ向かって行ってたってことだったみたい。それでさ、今追ってきてるのは博士側の資格ですよね。確かサラザールの、そうだね、羊とあとお抱えの博士が虫人間になったんですよね。でレオン編に出てきた虫人間は確か片方の目に装着するね、あれなんていうのかわかんないんだけど、メガネ持ってましたよね。確か漫画の描写とかでね、羊がよく身につけてたりするものなんだけど、だから自分はあれが羊だったんじゃないかなと、思ってるんですけどね。果たして合ってるでしょうかね。まあ今後こいつに絡まれるっていうことはね、分かったんで、どういった展開が待ってるか楽しみです。それじゃあね、次回はチャプター2から始めていきたいと思います。果たしてエイダはね、裏でどういったことをしていたんでしょうかね。そこら辺は、次回見ていきたいと思います。それでは島津のバイオハザード RE4 エイダ編になりました。失礼させていただきます。またよかったら見に来てやってください。それではバイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。